水木さん、すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジェイワシタのガイオチャンネル見たいと思います。あ、よろしくお願いします。そう、水木です。あ、これじゃ、いいですか？中に入っちゃって。今回の動画は、エネルギー論を届けたい、キラクミコさんの提供でお送りします。ご視聴いただき、ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたしまーす。ですね、ちょっと、だいたいその辺踏んでおけば間違い。踏んでもないですか？そう。あ、そうですね、大丈夫。失礼します。あ、なんかあのノンフィクションで綺麗になってませんでした？一回一回綺麗にはなったんですけど、ちょっと今雑然と、あ、元に戻った感じですね。そうですね、まあ元にというか、まあ、また雑然としてきました。あ、そうなんです。あ、そうか、もう完全な元には戻んないですもんね。あ、そう、失礼します。すごい、そっかね。ああ、すごい。こっちが、これがキッチンですか？そう。あ、見て、ちなみに、このパナソニックのこの巨大な、これは何ですか？これ食洗機ですね。食洗機あるんですか？はい。でも使ってそうですね。ここにあるってことは。まあでも、結局なんだかんだまだ使ってないですね、あ、便利かなと思って買ったんですか？いや、なんか友人がもういらなくなったんで、あげるって言われたんで。いただいたんですね。もらったんですけど、結局まだ使ってない。なるほど、なるほど。ちなみにこれ、おトイレですか、こちら。はい、そうです。ちょっと一緒に中見てもいいですか？あ、大丈夫です。下にこの、炊飯器があるんですね。はい、炊飯器が、ここに入ってます。はぁ。お風呂場兼、お手洗いも、シャワー室って感じですね。そうです。シャワー室兼、お手洗いって感じですね。あ、化粧品か、これは。いろいろありますね。まあ、シャンプーとか、はいはい、コンディショナー系が多い。あ、そうなんですね。ですかね。まあ、あと、まあ、化粧品、石鹸とかもありますね。なるほど、なるほど。いつもこのベッドで寝てるんですか？そうですね。このベッドの上で寝てます。ご飯を食べるのがこの下ですか？そうですね。ここで食べます。この食べた容器とかも残していくんですか？そうですね。いや、まあ、この辺のはゴミなんですけど、普通に。はは、捨てるのめんどくさがってしまっているという感じですね。あ、そうなんですね。これ納豆は結構最近食べたやつですか？そうですね。最近でも先月とか2ヶ月前とかぐらいですか、ね。あ、そんな前のものも。はい。あ、じゃあ基本の、はい。なんですかね。いるスペースはこちらなんですか？そうですね。基本的には、このベッドの上で寝てる、か、はい、そこに座ってご飯食べるか。あ、ここに座る場合もあるんですね。はい。ほう、で、服はこうやって、ここから、そうか、取り出せばいいのか。まあ、そうですね。まあ、基本的に普段着てる服は、この辺のベッドの上にあることが多いんですけど。お、そうなんですね。洗濯はどうされてるんですか？洗濯、一応そこに洗濯機がありますね。え、どこに？キッチンの奥に。ああ、なるほど。こっちが食洗機で、はい、この上が、後ろが洗濯機なんですね。あ、そうです、そうです。あ、こういうコンパクトな洗濯機が売ってるんですね、今も。あります、ね。あ、そうか、この上に IH があるわけですね。あ、そうです。あ、料理するってことですか、じゃあ。あ、料理、そんな大したものは作んないですけど、そうそう、まあ、焼くとかぐらいならできます、ね。お肉を焼く。そうなんだ。すごいな、これがだから、そうか、これファッションビジネスとか、この自分のお仕事についての本ですか？まあ、そうですね。まあ、ファッションビジネス、仕事で使ってたっていうよりは、入社する前にちょっと勉強しとこうって思って勉強したってぐらいですけど。あ、そうなんだ。この、高速少女とか、ちょっとこういう、あ、これはなんか、好きな漫画ってことですか？漫画ですね。聖なる嘘つき。これちょっと、なんかエッチな漫画が好きなんですか？やや、そうですね。ここにあるもの。そうなんだ。ここ何畳ですか？ここ大体その全部含めて5畳とかですね。そのシャワー室とかキッチンとか全部入れて5畳です。あ、家賃的にはいくらぐらいなんですか？じゃあ家賃的にはまあ3万円台後半ぐらい、ね。おー、そうですか。だって駅結構近いですよね。まあ、近いですね。そっか、だからそのバスがなくて、はい、シャワーだけだからちょっと安いとかもあるんですよね。あ、そうですね。浴室がないっていうのもまああると思いますね。あ、そうなんだ。どうしようかな、どこでこっちでインタビューしてもいいですか？じゃあ、せっかくだし。下ですか、ね、いいですか、下で。いいですか、下で。
でもこれってあのノンフィクションの時、はい、お片付けされてたじゃないですか、しました、ね、お友達 とそっからどれぐらいの期間ですか今。だいたい1年弱ぐらい経ちましたかね。なるほど、1年ぐらい経ったらこれ元に戻るというかこれぐらいになりますよね、はい。で、すいません、ちょっとあの、オファー受けていただいてありがとうございました。あ、いや、こちらこそ、なんかありがとうございます。あ、ってところ、まあ、ちょっとあの、ノンフィクションとかで、あの、水木さんの、あの、まあ、今 YouTube でもあるじゃないですか、あの、なんか、動画。あ、私の YouTube チャンネル。ともそうですし、はい、もうその後見たんですけど、ノンフィクションもなんか 3分とかなんか、あ、はいはいはい、なんか、にしてんの見たりとかダイジェスト版みたいのが出てましたね。うん、あれで見たら、あ、すごい、こういう東大卒の人がいるんだな、みたいな。はいはい。で、ちょっと、お話聞いてみたいなと思って来たんですけど。ありがとうございます。ミズさん、今だからあの、アパレルブランドの店員さんってことなんですかね。店員さんじゃないか、あの、会社員でしたっけ。まあ、一応本社に勤務してましたね。実はもう転職しちゃったんですけど。あ、そうなんですか、はい。今何のお仕事されてるんですか。今はちょっと。あ、まあ、言えなくていいです。まあまあ、IT エンジニアみたいなことを。あ、そうなんですね。じゃ、そういう、なんかシステム作れたりとかするんですか。まあ、多少は、そんな大それたものだと自分ではそんなに思ってないですけど。まあ、ちょっとプログラミングをしたりとか、なんかシステムを作る、まあシステムを作るですね。まあシステムを作るぐらいならできます、ね。あ、そうなんですね。はい。今年齢はおいくつなんでしょうか。今27歳ですね。あ、27歳。だ社会人歴で言うとどれぐらいなんですか。前のそのアパレルの会社は2年間ぐらい勤めていったので、まあ3年目ぐらいになりますかね。ああ、なるほど。で、ここで今お一人暮らしされてるってことなんですよね。そうです、そうです。で、だから、東京大学は卒業して、はい、院を中退されたんでしたっけ。そうです、そうです。はあ、そうか、そうですよね。東大とか行ってたから、そのパソコンとか詳しいってことですか、その、あの、まあ、システムエンジニアできるぐらいの感じで。まあ、行ってたから詳しいかっていうのは微妙ですけど、まあ、もともと得意でしたね、プログラミング自体は、中学生ぐらいの頃。あ、そうなんですね。で、まあ、そのアパレル会社入ってからも、まあ、店員ももちろんやりましたけど、いろいろ他の人から頼まれて、こういうの作ってほしいみたいなのをよく作って、でまあ、作れていたので、うんうんうん、まあ、そういうのはもともと得意だったのかと思います。なるほどね、まあ、勉強もしてます。はは、水木さんは、はい、まあ、本名言えなかったらあれですけど、はい、本名も水木なんですか。あ、本名も水木ですね。あ、下の名前が。そっか、だから、まあ、言い方難しいですけど、はい、生まれた時の性別というか、はい、親とかがあの、はい、分類されるのはどっちだったんですか。普通に、まあそのまま男の子として生まれましたね。まあそっか、そうですよね。だからそっか、水木ってどっちもいけますもんね。まあ言えばそうですね。男性でも女性でもあり得る名前ですもんね。まあありえますね、確かに。兄弟はいらっしゃるんですか。兄弟、まあ一応いますね。まあ、あんまりそっちに迷惑かけたくないんで、詳しいことはあんまり。あ、わかりました。やらない方がいいかな。あ、でも どうなんだろう、どうなんでしょう。あ、まあ、ふんわりですよ。上にいるのか下にいるのかとか。あ、まあ下にいますね。あはあ、はあ、いるぐらいの感じで。どんな家庭環境だったんですか。そのなんかあと どこら辺の地域に生まれたとかって言います。まあ、普通にずっと東京に住んではいましたね。あ、そうか、都内なんですね。まあ、都内で一回引っ越したことはありましたけど、まあでも大体都内の、まあ、23区内にずっと住んでいました。なるほどね。ました。最初の記憶はどんな感じですか。一番最初の記憶というか。一番最初の記憶、まあ保育園に行ってましたね。小学校入る前に。うん。私そう生まれた時両親まだ学生だったはずなんで。お、学生結婚なんですかね、これ。そうですね。両親が、そうですね。大学生の時のはずです。大学、何年生の時の子供なんですか。普通に大学4年生ぐらいだったと思いますよ、年齢的に。ご両親、同級生ってことですか。あ、そうですね。まあ、両親が、まあ、両親も東大生だったんですけど。ああ、二人とも。二人とも。はあ。東大の同じ研学科の同じ研究室だった二人だったんですよ。それで、まあ、付き合って結婚したというか、まあ、結婚したんでしょうけど、まあ、うん、まあまあそうですね。それで水木さん生まれてってことですね。まあそうですね。まあ私の考えでは、うん、付き合って結婚ってして子供がいたっていうよりは、私をなんかその妊娠して産んだからなんか結婚しなきゃいけなくなったみたいな方が正確なんじゃないかって私は思ってるんですけど。お、要は結婚を見越した妊娠っていう感じじゃなかったの。それどんなところか思ったんですか。うん、まあそんななんか詳しく話してくれたわけじゃないですけど、はい、でもやっぱりその私を妊娠してる間に母がやっぱり他の人の方が良かったみたいに言って、うん、母の両親がなだめつかされたみたいな話を本人から聞いていたので、ああ、やっぱ本当は別の人と、本当はその母的には父と、父よりも別の人の方が良かったって思ってたけど、私を妊娠してしまったから、私の父とまあ結婚せざるを得なくなってしまった。
ったんじゃないかなって思っている。なるほどね。え、お父さんとお母さんは、うん、なんかその気づいた頃はそんな仲良くないんですか？仲良くなかったですね、全然。ああ、そうなんだ。割と私が文句をついた頃からいつも喧嘩しているみたいな印象はありますね。ちなみにお父さんとお母さん両方とも、まあ、言ったら東大生卒じゃないですか。そうですね。何の仕事してたんですか？私の生まれた時は学生でしたけど、まあ、結局2人とも研究者みたいなことをしていましたね。ああ、じゃあ大学の、はい、院とか博士課程みたいな方に進むんですか、両方とも？父はそうでしたね。まあ、これもなんかちょっとトラブルがあったようで、うん、私を、まあ、産んで育てるにあたって、うん、なんか父はそう、なんか修士とか博士課程に進学をしないっていう約束をしてたらしいんですけど、うんうんうん、まあ、実際母はそういう進学をしたくても諦めざるを得なかった状況でしたでしょうし、うんまあ、父も、まあ、進学せずになんか、まあ、多分働いてほしいみたいな話を多分してたと思うんですよ、両親は、うん、でも父がその約束を無視して博士課程に進学したりしてたから、そのことですごく喧嘩してたなっていう記憶は私ありますね。私が小学校に入る前ぐらいはずっとそのことで喧嘩してたような。そっかそっか、自分ばっかりずるいって思いますもんね、お母さんはね。まあ多分そういうことだと思いますね。はあ、そっか。で、保育園とかしてたじゃないですか、はい、でお母さんは普通のパートとかやってたんですか、それともなんか社員みたいなことしたんですか？あ、いや、まあ、いつだったからかは分かんないですけど、でも私がこの頃ついた頃にはちゃんと結構しっかり働いてまして。あ、でもフルタイムで働いてたんですか？フルタイムで働いてましたし、いわゆるアカデミアに進んだ父よりはちゃんと働いてたんじゃないかなと思います。まあ、何をもってちゃんとっていうかは分かんないですけど、でも稼いだ金額で母の方がちゃんと稼いでたんじゃないかな、まあ、分かんないですけど、多分ですけど。でそれはじゃあその状態がずっと続くんですか？そのなんていうか、その お父さんとお母さんあんま仲良くないみたいな感じで、だけど子供がいるみたいな家庭みたいな。まあそうですね、ずっと続いてましたね。いろいろありましたけど結局離婚しましたし。それは長いんですか、そのいろいろあった期間は？まあ長い、私が15歳の時ですかね、つまり15歳14歳。で小学校6年間プラス中学校途中ぐらいまでってことですか？ああ、そうですね。なるほどね。別居したりした時もあったんですけど、両親が。うん、別居した後に、いや、なんかうまくいくかもしれんって思って、もう一回同居したけど、うん、まあ、1年も持たずに、やっぱうまくいかないというか、まあ、やっぱうまくいかないけど、まあ、普通にトラブルがたくさん発生して、離婚しましたね。私が中3の夏ぐらいだったと思うんですけど、確か。ちなみに、言える範囲でですけど、どんなトラブルがあったんですか？なんかこうお金を盗んだ盗まれたみたいな、父のカバンから母がなんか取ろうとしたみたいな、でそれをが父に見つかって、なんか家の前で喧嘩したみたいな、喧嘩というか普通に取っ組み合わせたみたいな話を聞きました。うん、なるほどね。でもそんな中、水木さんは普通やっぱ東大に入るぐらいから、はい、あの小学校の成績とか中学校の成績とかはやっぱいいんですか？まあまあ良かったと思いますね。中学受験をしたというか、させられたというかしたわけですけど、うんうんうん、まあいい方の成績は取ってたと思いますね。まあ、本当は海星とか筑波大学附属駒場高校とかを目指して受験もしてたんですけど、そこは確か分かんなかったんですよね。もうだってトップ中のトップですよね、トップ中の海星筑波駒なんて。そう、結局ちょっとストレスが強すぎたのかな。結局その6年生の夏頃までは、春夏ぐらいまでは結構いいペースだったんだけど、秋ぐらいからあんまり、そうですね、成績が良くなくなってしまって解説後半をして、結局その聖光学院っていう横浜にある、うんうん、そのまあ中高一貫校に進学したんですよ。そこも決して全然は、まあ、言っちゃ悪いですけど滑り止めではあったわけですけど、全然悪い学校ではなくて、うんうんうん、全然第一志望にするような人もたくさんいるような学校ではあったんで、あんまりそこを滑り止め言うと、なんかそっちの人たちの失礼にはなっちゃうんですけど。まあでもだから言ったら小6の途中までは改正つくコマ A 判定みたいな、なんか分かんないけど、はい、まあ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 順当にいけば受かるぐらいの成績は取っていますし。はあ、そっか。だから両親とも東大だから、そりゃもう勉強苦手だと思ったことないですか、やっぱ。でも自分よりできる人はいますよ、普通に。あのサピックスっていうところに通ってましたけど、うん、自分がトップではなかったですし、自分よりも成績いい人は何人かいましたし、うん、聖光学院でもその別に自分がトップではなかったです、別に。そうか、滑り止めでいたとはいえ、まあ、そうですね、まあ、もしで上位、まあ、学年250人ぐらいいて、上位30人に入るぐらいの成績ではありましたけど、決してトップとは言えなかったですね。
でもその聖光学院でも上位30人ぐらいの人はもうみんな東大とか京大とか、そういうところに行くような方々ってことですよね。まあそうですね。まあ医学部とかに行く人もおったんで、まあ、みんなが東大、京大ってわけじゃないですが、まあ、確か250人いて70人ぐらいは東大に行ったはずです、私の学年で。すごいっすね、それ。そうですね、そうですね。水木さんは、はい。まあ今こういう格好をしてるっていうか、その自分的には今のこのファッションとか、可愛いお洋服とかよく着ますね。が好きじゃないですか。その中学校とか小学校の時は、うん、本当はそういう服が着たいなとかいう思いはあったんですか。あ、思いはありましたね。普通に。お、可愛いもの好きでしたし、割と。それはもう普通になんか女の子とかと遊んでる中でもうずっと思ってたとか。友達見てというよりは普通に。靴とか買いに行くわけじゃないですか、例えば、お店に。そういう時に、可愛い靴の方が好きだったりしましたね。それはそれを選ばせてもらえたんですか？なんかね、靴は、なんか一回そう選ばせてもらったことあるんですよ、可愛いの。まあ、一時期それ履いてましたけど。でもさ、洋服とかやっぱ、いわゆるザ少年みたいな服。まあ、服に関しては自分で選んでたわけじゃなかったですね。与えられてただけだったんで。そっかそっか。どういう人っていう感じなんですかね。なんかよく成人人とかいいじゃないですか。なんだろう。でも少なくとも小学生ぐらいの時は別にそういうの考えてなかったし、うん、今でも別にそんな考えてはいないと思いますね、正直。そんなに自分で自分のことをそんなにちゃんと自分はこうだって定義しているわけではないので、私としてはなんかまあやりたいことをやったりしたいことをしたりとか、その着たい服を選んできてるだけという感覚なので。なるほどね。に自分は例えば政治人がこうだからこういうことをしているんだっていう感覚ではない。なるほどね。まあ、私の行動とか考え方から推測することはできるかもしれないけど、まあ、わざわざ決める必要もないかなと思って。なるほどね。初恋とかはどういう人がですか、はい、あのその対象だったんですか。初恋か、初恋って言っても難しいですけどね。でも前々から同級生とかの女の子に対して、あ、可愛いなとかって思うことはありました。おお、じゃあその他人可愛いよね。うんうんうん。まあ、恋愛かは分かんないですけど、普通に例えば顔が好みだとか、なんか性格が好みだとか、そういうのはありましたね。そう感じる相手は男性もいたり女性もいたりするんですか。まあ、それ性的魅力であるかとか恋愛であるかとかは分からないけれど、可愛くて好きだなって思う相手は女性の方が多かったですね。なるほどね。まあ、でも性的な関係を別に持ちたくないっていう人もいますもんね、別に。そうですね。まあ、小学生とかのところの同級生とかで、まあ、あの人可愛くて好きだなみたいな思ったことあるけど、まあ、だから付き合いたいとか、なんか性的関係を持ちたいって思ったわけではなかったですね。なるほどね。ただ魅力を感じたというだけだったので。それ中学校に上がっても変わんないんですか、その感覚っていうのは。そうですね。中学校に変わっても分かんないですね。まあ、小学生の時は、まあ、男子校だったってのもあって、あ、そっか、それ周りに女性がいなかった。そうか、中高一貫校なんですね。そうですね、男子校でしたから。あ、そうか。そこで別に逆に言うと魅力的に感じる人ってのはいなかったんですか、はい、別に友達だなぐらいの。いなかった、友達だなぐらい。まあ、ただね、これもまたちょっとなんか深い話にはなっちゃうかもしれないんですけど、男性に関しては男性に魅力を感じることはないですけど、はい、割と男性から自分に魅力を感じられることを好んでて、私はあるんですよね。だから男性から可愛いねって言われたりとか、はいはい、好きだよとか言われるのは嬉しいってこと。嬉しかったです、普通に。でも断ってたってことですか、言ったら。断ってたわけではないですね。普通に受け入れてましたね、その言葉なりは。ああ。じゃあその交際に発展することはあったんですか、そのいわゆるその付き合うみたいなこととかって。うん、ああ、その男性とですか。はい。まあ、これは大学入ってからですけど、一回やりましたね。ああ、でも中高はなかったんですか。中高はなかった。うん、うん。まあ、ただそういうちょっと性的な目で見られたりとか、そういう性的欲求の対象になったことはありはしましたけど、一応。男子校だと別に、だってよりそういう風なことになる人もいますもんね。まあ、男性同士の、まあ、そういう性的関係になりやすい環境ではあると思います、ね。まあ、私もそうですね、そういう扱いを受けたことはありましたけど。え、扱いを受けるってどういうこと？扱いを受ける、つまりその性的な興味を向けられるということですね。勝手に触られるって言った方が正しいですけど。お、まあ、ありましたね。それもその拒否するんですか？一応受け入れちゃうんですか？私は普通に嬉しかったので受け入れましたね、それは。いや、嫌がる素振りは見せますけど、でもなんかそれを、なんか嬉しく思っていたっていうのが私が言いたかったことです。ああ、なるほど。その男性のことに、男性魅力を感じるわけではないけど、そういう男性からそういう行為であったりとか、うん、今性的な興味であったりを向けられるのを割と私は、嬉しく思っていた節があったんですよ。東大は、はい。
入りたいと思ってたんですか、やっぱその。東大は私入りたいと思ってましたね。まあ、中学入ってから、まあ、東大目指して入れたらいいなぐらいなもんでしたね。うん、まあ、その時は研究者になりたいって思ってたので、まあ、東大入って、こう、研究者の道を行くのを目指してたって感じですかね。はあ。で、それは現役で受かるんですか、それとも、浪人とかするんですか。あ、浪人しなかったですね。普通に現役で受かりました。はあ、ちなみにそうか、お父さんとお母さんは、はい。中学校ぐらいの時に離婚されたんですもんね。まあ、そうですね。私が中学生ぐらいの時に離婚しましたね。そうか、で、それで、お母さんとご兄弟で暮らされて、東大在学中も都内だから別に実家から通ってるんですか。ああ、実家、まあそうですね、母が所有してた家から通いました。まあでもその時には結構家に人いないことも多かったですから、本当に家に一人、自分一人しか住んでないみたいな期間も結構ありました。おお、ご兄弟は、はまあいますけど、まあ家にいなかったこともありましたね。まあそう、まあ言うと、まあ入院とかしてたんで。ああ、そうなんですね。なるほど。そうか、お母さん仕事忙しいし。まあ仕事忙しいし、なんかその時の新しい交際相手の家にいたりしましたね。なるほど、ね。家に帰ってこないことも多かったんです。あ、なるほどね。私5歳ってもいたし、うんうん、いつだったか忘れましたけど、再婚もしたので、その再婚相手の家に行ったりもしていましたね。あ、そうなんですね。そんな感じの距離感なんですね、その再婚相手に。とは、その、水木さんたちと、その中、いつだったかぐらいの感じというか。まあ、なんとか会ったことはありますけどね。でもそれぐらいですね。その頻繁に会ってるわけじゃ、会ったわけじゃないですし。別にお父さんって呼ぶような仲ではないってことですね。ではないですね。あ、実のお父さんとは、どれぐらいの距離感なんですか、はい、まあ、滅多なことじゃ会わないですけど、でもなんか、誕生日におめでとうって LINE が来るとか、あとは私、まあ、たまに演劇やって、脚本書いたりしますけど、うんうん、その公演に呼んだら来てくれるますね、父は。ほうほうほう。まあ、母は来てくれないですけど。でも水木さんとしては、お父さんの方が心の距離は近いって感じですか。まあまあ、今でもやり取りしてるっていう意味では近いですかね。まあ、最も離婚以降一緒に暮らしてたのは母の方ですけれど、父の方は、うんうん、まあ、親権を持ったのは母の方だったので。なるほどね。で、父はその離婚後、まあ、別のところに暮らしてもらってましたし、うん、まあ、でも今となっては母とは本当にもう絶縁しているし、連絡も取ってないので、今でも連絡を取ってるって意味だったら父の方が取っています。なるほどね。うん、その絶縁はいつされたんですか ?2020 年の1月にここに住み始めたので、まあそれをもってですかね、完全に連絡を取らなくてよくなったのは、まあその前から LINE とかは基本的に無視してたり、ブロックしたりしてたんですけど、それはどんなことによってその関係が悪化してって絶縁に至ったんですか。きっかけはまあいろいろありますけど、まあでもやっぱり一番は私が公務員にならなかったからですかね。おお、それがお母さんの希望だったんですか、はい、一番の。あ、そうですそうです。つまりまあお前みたいな人間が公務員以外で働けるわけがないから、公務員になれと。公務員にならないんだったらもう面倒見きれないから。家から出てってほしいと、もう縁を切りたいっていうふうなことを言われたんですよね。簡単にまとめるとね。それは、その水木さんが公務員以外で働けるはずないっていうのは、どんな感覚から言ってると。だから、つまり私のことが、まあ、平たく言えば、つまりその、基地外だから、一般社会で働けるわけがないって思ってるんですよ。母とか、母の父とかは。社会に馴染まないんじゃないかなって思われてたところ。そうです。そうです。あ、でもそれを、そんなストレートに言われるのちょっと嫌ですもんね。まあ嫌ですけど、まあ正直これは私が物心ついた頃からそれこそ日常的に言われてたことではありますね。お前は気違いだと。お前は精神異常者、まあ、精神障害者なんだと。お前、うん、アスペだと。いうふうに私が本当に物心ついた頃から母は私に言っていたので、うん、まあ聞きなじみはある言葉で言えば聞きなじみはある言葉ですね。あ、それは、お母さんはその特性を受け入れつつその社会に馴染むような努力はしなかったんですか。その水木さんがそういうふうになるようなんていうか、うん、あんまね、だってそのそうだとしても別に生きていける人は生きていけるじゃないですか、うん、とかだからそれが唯一の公務員ってことなんですか。お母さん、だからそれがつまりそのまあ元々はまあ医者にしたかったんですけどね、うん、つまりそのまあそういう、まあ、頭のおかしくて社会生活が送れない人だから、うん、まあ、ちゃんと勉強させて、まあ、学歴をつけさせて、まあ、あと医者にしたりすればそれでも生きていけるだろうっていう目論みがあったからこそ、
私に中学受験をさせたり大学受験をさせたりしてたんだろうと思いますね。まあ、それが花井の、まあ、いわゆるその対策だったわけじゃないですか。そっかそっか。子どもの時の水木さんは、はい、そこに対してはずっと傷ついてはいるんですか、やっぱそこに。どうなんでしょうね。そんなに気にしてもいなかったですね。私はが勉強してたのは単に、うん、いい点取れたら楽しいなっていうぐらいだけのことでしたし、あるいはそのいい点取らないと母に怒られたり、うん、なんかまあ暴力的なことをされたりするから、それが嫌だったというのもありますけれど。なるほどね。そうか、じゃあお母さん結構割と言葉の暴力と本当に身体的な暴力もあるタイプだったんですね、言ったら。割とまあそうですね、まあ、言葉の暴力の方が多かったですけど。なるほどね。まあ、虐待いじみた行動は多かったと思いますね。うん、普通に、うん、母がどう思ってるかっていうよりは母の機嫌を取る方に関心があったので、母がどういう気持ちで私に何か勉強させてるかとかは、それよりもっと大事なことがあるので、母の機嫌を損ねないことの方が大事なんで、母がどう思ってたかにそれほど気にしてはいなかったですね。気にしたことはなかったですね。それによって傷つく以前の問題だと思う。それってちなみにお父さんもそういう傾向にあるんですか。父はそうでもないと思います。うん、でお父さんはその状態をどう見てたんですか。力関係ってお母さんは強いんですか。強いんじゃないですか。でも母、そうですね、父もなんかちょっとなんか苦言を呈するときはありましたけど、自主性をもっと尊重すべきよみたいなことを言ってたときもありましたけど。うん、そっか。でもそれでなんか喧嘩するだけなのに何か分かるわけじゃないですね。唯一勉強して点取って褒められたりとか、それをゲーム的なのが楽しいからっていうこと、うん、あ、褒められはしなかったですね、正直。褒められないですね。正直褒められなかった記憶あんまないですね。ただ機嫌を損ねないくてよかったなぐらいの、いい、なんかいい点取ったからってなんか褒められるわけじゃないですね。ただ悪い点取ってなんか怒らせれたら嫌だな、だからそれが嫌で避けてるぐらいで、だからね、あんまり褒められた記憶ないですね。東大に受かった時もあんまり喜んでないんですか。うん、あんま喜んでないですね。だって母は医学部に行かせたがってたので、そういう子に関しては私が医学部よりも東大のは理学部じゃない医学部じゃない理学部に行きたかったので、それは私が母のなんかなんていうの、意向を無視した形なので、全然喜んでいなかったですね、東大に関しては。なるほど、はい、なんで三類じゃないのかみたいな。まあね、まあ、三類受かるような学力はなかったんですけど、もっとあの私立大学とかの医学部を行かせたがっていたので、実際受験もさせられましたし。なるほどね、うん、はあ、でもそういうそのお母さんとの関係とかもありながら、はい、このこういう服装をしだすのはどれぐらいなんですか。うん、中高って制服だったんで、あんまりおしゃれとかする機会はなかったんですけど、うんうん、まあ、大学にいるだけでもいろんな人がいるわけですよ、大学には。で、みんないろんなファッションをしたりいろんな服を着たりしてるわけですけど、うんうん、まあ、それを見て、まあ、いろいろそういう、まあ、一言で言えばおしゃれですかね、おしゃれとか着飾ることとかファッションとかにちょっと興味を持ってたんですよ、持ち始めたんですよ、大学入ってから。だから大学2年生から結構いろんなサークル入ったりしたんですけど、うんうん、前入ったサークル、まあ、演劇サークルの仲間に、うん、まあ、水木にゃんって呼ばれてましたけど、水木にゃん、うん、なんかあそこのブランドの服好きそうだから連れてってあげるよって言われて、うんうんうん、池袋サンシャインのアクシーズハムに連れて行かれたことがあって、うんうん、で、ああ、可愛いなって思ってから、いろいろ服を着るようになったっていうのが、始まりでしたかね。それは女の子の友達なんですか。あ、そうです、そうです。なんで、まあ、いろいろな服を着るようになったのは、大学2年生ぐらいの頃かなと思います。学校時代って楽しいんですか、その、そういうちょっとその、家庭はちょっと、なんか、居心地の悪い感じじゃないですか。うん、はい。うん、学校は楽しかったですね。まあ、これは別に、まあ、小学生の頃の塾、とか中高生時代自体の学校もそうでしたけど、うんうん、基本的に友人たちとの関係は常に楽しいものでした、ね、うん、だからそう考えるとお母さんが言うような、はい、社会に馴染めなさすぎるような、想定とはちょっとなんか違いますよね。友達ちゃんとできるというか、うん、まあ違うかもしれないですね、うん、なんか中学生の時になんかそのキャンプだとか、そう、うんうん、学校の行事でキャンプだとか行く時があって、半決めの時になんかちょっと私を取り合うみたいなことがあったんですけど、館内で。なんかそれが母はなんか信じられないみたいなこと言ってましたね。母の認識としてはなんかそう、私友達とかできないんじゃないかみたいな認識だったみたいですね、うん、そうか。でもそれは喜んでくれないですね、そこもね。喜んではくれなかったですね、別に。嬉しいことですけどね、親だ
ったら。あ、そうなんだ。と思いますけどね。僕今娘いるんですけど、はい、娘がそういうふうになんか友達から慕われてるっていうのが知れたらすごい嬉しいですけど、ね、そうなんですね。いや、うん、いや喜ばれたことはないですね、そういう友人関係があること。そのお母さんお父さんのお父さんも結婚したくなかったじゃないですか、はい、その恨みみたいなものが自分にも来てるなと思うことあります。あ、それもあると思いますよ、割と。まあ言えば、まあ父と似た部分があると思いますし、私は、うんうん、そういう意味でなんかこう父のなんか面影みたいのを感じ取ってちょっと嫌な気持ちになるみたいのはあるんじゃないですか、母としては。で実際に完全に、はい、まあ、家を出ようとか、なんかそれって言うんですか、そのもう絶縁するとかって実際に言うんですか、それとも、もう完全に自分がシャットダウンしてるんですか。自分からシャットダウンですね。そんななんかわざわざなんか絶縁しますよって言う必要もないと思う、今そんなどうでもいい相手に、うん、まあ、それこそ何かしらの恩義があったり自分が好きな相手だったらそういう相手のことを思ってそういう行動をするかもしれないですけど、うん、普通に嫌いですし、なんか親切にしてあげる理由もないので、うん、そんななんかわざわざ親切に縁を切りますよなんていうことはしようとも思わなかったですね、うん、なんかやり取りをするのも嫌なので。それが何歳の時ですか。2020年だから3年前だから、もうその時は社会人なんですか。いや、学生でしたね、まだ大学院に。おー、とか研究、大学院の学生でしたね。大学院にここの家に通いながら、あ、ここに家に住みながら通ったってことなんですか。まあ席はありましたね。でもここに引っ越してから大学院に通った行ったことは一度もなかったですね、ここから。結局その後退学したので。それはどんな気持ちからなんですか。単純に余裕がなかったですかね。お金がないとか時間がないとか。ああ、そっか、この一人暮らしのお金を賄わないといけないですもんね。そうですね。何で生計立ててたんですか。当時、まあ、コロナウイルスの流行が始まったぐらいだったので、うんうん、結構その学生向けのこう支援金みたいなのが割ちょっとあったので、はいはい、それのに頼ってもいましたけれど、うんうんうん、まあ、あとね、ちょっと風俗で働いてましたね。おお、言うとそれはじゃあ男性が、こういう男の子的な人を買うところってことですか。いや、普通に女性が働くセクキャバで働いてた時ありました。でも胸とかはあるんですか。胸はね、若干あるんですよ、もともと。あ、それはなんかそういう体型なんですか。それとも普通にホルモンとか落ちたんですか。いや、そういう体型ですね。あ、割とね、中学生ぐらいの頃から女の子っぽい体型だみたいなこと言われてたので、同級生に。ほう、まあ、さっき言ったことにも関係しますけど、うんうん、ちょっと性的な興味を向けられてたっていうのも。お、男子が気軽に揉めるおっぱいみたいな感じだったんですか。言ったら、ね、あ、うん、そうですね、まさにそんな感じだった。気持ちいいみたいな。そうですね。はあ、そっか。それはお客さんには、はい、あの、気づかれるんですか。その、あの、性転換されてるわけじゃないじゃないですか。そうですね。まあでもセフィアは別に服脱ぐわけじゃないので、うんうん、の上から触られるだけなので、うんうん、気づかない人は気づかないですね。あ、気づいた人もちょっとありましたけど。なるほどね。それ気づかれた場合は どうなるんですか。ちなみに変えてとか言ってくる人もいるんですか。いや、いなかったですけど。あ、それはね、ただその一回、そう、そのお店の人に伝わったことがあって、うん、いや、冗談でもそういうことを言ってはいけないよみたいなことを言われたことがあって、怖っ怖って思ったんですよ。あ、でもお店の人にもなんか言ってなかったのです、そのことも。あ、お店の人に言ってなかったんですね。ああ、そうなんですね。そうですね。でも逆に言うとお店の人にもバレずにちゃんとこのそういう風に面接通れたんですね。そうですね。バレてた上で黙ってたのかもしれないですけど、まあ、特に、なるほどね、何とも言われずに働いてました。はあ、そうか。セクキャバと、はい、その風俗、まあ、セフキャバで働いてます。あ、セクキャバが風俗ってことですか。うん、まあ、セクキャバが風俗ってことです。あ、いや、うん、完全にその お尻を預けるとかそういうところでは別に、まあ、そういうところでは働かなかったですね、うん、まあ、そのおっしゃったその男の子風俗みたいなので働いたことはないですね。うん、なるほどね。ゆうきさんの、はい、その大学に入ってからその交際したことがあったって言ってたじゃないですか。はい、はい、そ、じゃあ初めての彼氏ってことですか。それとも、まあ、彼氏になりますね。はどれぐらい付き合ったんですか。でもなんか結構なんかそんな半年ぐらいでしたよね。ああ、そんなに別に長い恋じゃなかったですね。長続きしなかったですし、うん、なんかそれがあって、それがあってというかそういうの経験があったから、うん、あんまり男の人と付き合っても楽しくないなって思ったので、男の人とではなく女の人と付き合うようにしようって思ったきっかけがそれでした。
男性と付き合うの何が嫌だったですか？何が嫌だったか、まあ、なんだろうね。人によるのかもしれないですけど、性格が合わなかったり、うん、気配りをしてくれない感じとかが嫌だった。なるほどね。性行為はするんですか、二人で？まあ、まあ、エッチなことはしたね。でも、そういうなんか挿入行為みたいなのがあったわけではないですけれど。なるほどね。まあ、結構、その体を触り合ったりみたいのはしましたね。口で舐めるとかはした記憶があります。そっか、でもそれ体験してみて、男性と付き合うの嫌だなってなって。まあ、そうですね。まあ、まあ、自分が、その、まあ、相手の男性から性的な欲求を向けられるのはすごく嬉しかったんですよ。すごい性的に求められるのは、これはまあ昔から好きでしたし、これは好きだったんですけど、でも自分が相手に性的な興奮を持つかって言ったら持たないので、男の体に興味があるわけではないから、なるほどね。逆にじゃあ女性と付き合うようにしようっていうのは、友達関係の場合もあれば、そのパートナー的な恋人関係の付き合う時もあるんですか、女性と？その後に女性と交際したことがありました、ね。そうですね。だからその、言ったら、相手は、レズビアン的な気持ちで、水木さんとお付き合いするっていうことなんですか？どうなんでしょうか？そうか、別にそういうとこももう気にしてないのか。気にしてないと思いますね。まあ、まあ、最初に付き合った人は、割と私を男性として見てる節がありましたけど。初めて付き合った女性ってこと？はい。ほんほんほん。まあ、そんなに今男性女性というのを気にしてたわけではないですけど、うんうん、ただ私になんかこう男性的なかっこよさみたいのを期待してはいましたね。あ、でそれは結構水木さんとしてなんか求められてもなって感じなんじゃないですか？割と求められてもなっていう感じですね。なんかよくも悪くもあまり可愛い格好に興味を持ってくれなかったんですよ、最初にその時付き合ってた女の人が。なるほどね。そうじゃ普通に性格合うし一緒に楽しいから付き合ったけど、水木さんがありたい自分と向こうがなってほしい水木さんは全然違うものだった、まあ、多分違うものでしたね。まあある程度期待には応えたようとはしましたけど、でもまあ、うん、向こうが別に興味をなくしてどっか行っちゃったみたいな感じでした。なるほどね。そっか。で大学はいつ辞めるんですか？ここに住み始めたその2022年の1月、つまり、うん、まあ1年生の終わり頃でもうじき2年生になろうっていうぐらいから通ってはいなかったんですが、うんうん、まあ退学手続きができたのはその年の夏頃だったかな、2020年の夏頃だったような気がします。なるほどね。で、そういうさっき言ったその、まあ、セグキャバみたいなところで働いたりとかしながら、はい。で、さっき言ったその、途中からそのファッションブランドの、その社員さんになる、社員さんになったっていうことですね。そうですね。社員になったというか、そっちで働き始めたのが2021年の1月なので、うんうん、まあ、ちょうど1年後ぐらいですかね、ここに住み始めてから。最初は在庫の配分とかやってたりしました。ほうほうほう。商品の、まあ、ディストリビューターって言われるものですね。ほう。なんか途中ぐらいから、いろいろその、プログラミング関連というかシステム関連のことを、ちょっとこれできるんじゃないかみたいな感じで、やらせてみようみたいな感じで、やらせてもらったりすることがあって、で、なんか、意外とそれが できちゃって、自分でやってみたら、なんか結構自分でやってみても楽しかったし、できてしまって、まあ、上司としてもなんか思ったよりできたなみたいな感じの感覚だったみたいなので、それ関連の仕事が徐々に増えて、できることがいろいろ増え始めてきたので。ああ、そうか、だからもう実践ですもんね。もう分かんなかったら自分で調べて、はい、ちょっとこうやってやればいいんだとかって、そう。レベルアップしていくみたいな。あ、そうです、そうです、そうです。そうか、だって結果それで、そのスキルで転職したわけですもんね。まあそうですね。その経験もあって転職しましたというのもありますね。はあ。今じゃ新しい会社は何ヶ月目ぐらいですか？もう。いや、本当にもう今月入ったばっかりです、新しい会社。あ、そっか、じゃあこっからいろいろってことですね。そうですね。はあ、まあ、ここからいろいろやっていきたいと思います。ちょっと今まで自分がやってたプラットフォームとは違うプラットフォームでやったりもすると思うんですけど。はあ、まあでも、オリエンテーションとか、起きてやっぱり自分期待されてるなというのを感じたので、へちゃんとやっていこうと思いました。今回のはなんかヘッドハンティング的な感じなんですか？言うならば、いや普通に私が転職したいって思って、なんか転職サイトから応募して転職しました。はあ。あのノンフィクションはどういう経緯であの受けることになったんですか？いや普通に友人の紹介ですね。はあ。友人がその誰かからなんか面白い人いたら紹介してほしいみたいに言われて、ほうほう、で友人が私を紹介したみたいな感じでした。あれどんぐらい取材されたんですか？取材期間は、あ、でも半年ぐらいは取材
してましたね。はあ、そっか、反響どうでしたか、ちなみに。お母さんとか見たんですかね。さあ、どうなんでしょう、わかんないです。お父さんは。わかんないです。あ、それもわかんないですか。YouTube はその前からやってたんですか、それとも元々で。YouTube は、ここに住み始めてから始めましたね。ああ、それはどんな感じですか、自分の記録用っていうイメージですか、それともなんか、インフルエンサーみたいな、なってきたいなっていう思いもあるんですか。まあ、なんか、ね、なんかアイドルみたいなものになりたいっていう気持ちはもともとありましたけど、まあ、YouTube 始めたきっかけは、なんか友達に、やったら面白そうだよみたいなことを言って、うんうん、なんかやってほしいみたいに言われたから、やったみたいなところがありますね。ファンの人たちに喜んでもらうのがやっぱり好きで楽しいので、うんうんうん、ファンの人たちに喜んでもらうのを目的にやってる感じがしますね。ちょっと部屋片付ける配信とかもやろうと思ってますけど。おー、なるほど。確かに部屋片付けるのはマジで見応えありますもんね。そうですね。この状態が綺麗になるっていう。そう。そう。そのフィクションのとかの時に、やっぱり片付けてた水木さんがかっこよかったよみたいな風に言ってくれるファンの人もいたりしますし。うんうんうん、まあ、あと結構 DM とかも来て、すごく水木さんに勇気をもらったみたいなことを言ってくれる人もいたので、うんうん、まあちゃんとそういうことをやんないとなって思いましたね。うん、まあ結構喋ってるだけでもみんな結構喜んでくれるというか、喋ってるだけでもいいみたいに言ってくれたりする人もいるんですけど、うんうんうん、でもやっぱりなんかちょっと自分らしい活動みたいのをしないと新しい人には良さが伝わらんだろう。はあ、と思うんで、ノンフィクションダイオリーのままではね、あかんだろうと思うので。なるほどね。確かに、もうゴミを全部捨てる絵は強いですよね、やっぱりね。強いですかね。うん、ちょっと迫力がありますよね。迫力がある。うん。なるほど。でも捨てたくはないんでしたっけ、物は。まあ、ゴミ、この辺のゴミとかは捨てた方がいいと思いますし、捨てますけど。うんうん、これは単にめんどくさがってるだけなので、うん。まあでも確かに服とかはあんまり捨てたくない気持ちも強いですね。でも服以外を捨てたら割と広くなるんじゃないですか。どうなんですか。なるかも。今28、7。27ですね。で、今後どうなってきたりとかあるんですか。まあ、仕事面でも、YouTube 配信者としても。まあ、YouTube の方は、もっとたくさんの人に応援してもらえるようになっていきたいですね。うん、やっぱりなんか普通に可愛いって言われたら嬉しいですし、うんうんうん、それでいろんな人に応援してもらって、うんうん、よりその多くの人に配信とかを見てもらえるようなアイドルになっていきたいなという思いがありますね。なるほど。普通にそう、私の DM とかでとかお手紙とか結構いただくんですけど、うん、私のおかげですごく生きる活力が湧いたとか、うんうん、なんかもっとより良い人生の決断もできるようになったとか言ってもいただけるので、うんうん、そういう人をもっと増やしていって、そう、私のおかげで幸せになった人みたいのを増やしていきたいなって思ってます、うんうんうん、そうやってそのみんなから慕われる存在にアイドルになっていきたいなという思いがあります、うん、でもそのアイドル やりながら働かせてくれる、その今の会社も前の会社もいいですよね。そうですね、プライベートをちゃんとやらせてくれるのはいい感じですね。これでお父さんとかもライブしたら遊びに来てくれるんですもんね。ライブには来ないですけど。あれ何に来たって言いましたっけ。普通に舞台。あ、舞台。私が演劇やるので、どかどか私が役者で出てたり、あるいは私が脚本を書いてたりすると見に来てくれたりします。なるほどね。でたまにも会うんですか今も。まあたまに、うん、そういう私が誘った舞台とかに来てくれる時とかに会います。なるほどね。お父さん別にそういうこのこういう服装してることとかに偏見とか特にないんですか。偏見、まあ特に何もコメント言われたことはないですね。ああ、でもそれはいいですよね。まあそうですね。うん。家族的にはだから、まあ別に家族は全てじゃないですしね、別にね。私も別に父のことをそんなに好きではないので。あ、そうか、なるほどね。そんなに好きではないので、別に興味はないですね、家族に対して。なるほどね。でもまあ、強いて言うならお父さんの方が合うよってことだもんね。まあ、やりとりをするよくらいですね。うん。観客はだって観客いた方が賑やかですし。まあね。入場料、ってか、その入場料も取れるので。うんうん。それの分嬉しいなっていうだけなので、別にそれ以上の意味はないです。そうかそうか。父だから見てくれて嬉しいっていう感情はないですね。ただお客さんが一人増えて集客になるなっていうぐらいのことしか思ってないです。うん。まあね、まあただそうですね。誕生日プレゼントとかくれたのは嬉しく思ってますけどね。うん。まあそういうところに関してはちょっと愛情感じる部分もありますもんね。うん、まあ、うん、まあそうですね、うん、誕生日プレゼントくれるのは嬉しいです。でもなんか誕生日プレゼントをくれたぐらいで父親面できると思うなよとも思いますけど。そうか、それなるほどね。
あの時助けてくれなかったじゃんって思いもあるんですか。あ、それもあります。あの時助けてくれなかったじゃんという思いもあるし、まあまあこれも話すと長くなっちゃうんですけど、うん、結局その父は自分の生活とか、あるいは新しい奥さんとか新しい子供との生活にダメージが及ばない範囲でしか助けてくれないので、あ、単純にその自分の我が身が一番であるという姿勢を崩していないんで、そういう意味でそんなに好きじゃないです。別に私が生活に困ってても助けてくれるのには嫌な顔しますし、しぶそうな顔するし、うん、誕生日プレゼントくれるのにしても嬉しいっちゃ嬉しいですけど、うん、結局なんか自分はいい子供のこと思ってるいい父親なんだっていう体で言いたいだけに見えるんですよ私に、うん、私が困ってる時に生活を助けてくれたり、私が住む家がなくなって困ってる時に住む家を提供してくれたり、うん、そういうわけではないので、うん、ここに来る前に住めが家がないって状態になったと。結構なってた時ありました。そこお母さんとも一緒にいたくないっていう。一緒にいたくないというか家を追い出されて。追い出されたんですかお母さんも。あ、そうですよ。あ、で住む家に困ってた時期ありましたよ割と。それは、うん、ホームレス的な感じですか。その寝カフェ難民みたいになるとですか。それ大学に行くんですか。で大学に寝泊まりしてた時期もありましたね。普通に電球室泊まってる人も普通にいますし、うんまあ、私はなんか空き教室とかに勝手に泊まってましたけど、うんうん、まあ、寝カフェ泊まってた時もありましたし、うん、あとちょっと、まあ、祖母の親族の家にいさせてもらった時もありました、ね、なるほどね、うん、はあ、まあ、そっちはそっちでなんか冷房がなかったんで夏場とかしのがってですけど、うん、そういう時は図書館とか行ってましたね。なるほどね。なんで図書館もいい居場所ではありましたね。そっか、日中はね、日中は暑さを。そうですね。そっか、じゃあ、その、お父さんに、その、無償の愛情みたいなのをそんな感じることは なわけですね。で、そうね、自分の罪悪感のための行為だなって、ちょっと透けて見えちゃう。透けて見える。透けて見ますね。うん、なんか、そう、私が、なんか、その、テアトルアカデミーっていう演技学校に行ってた時があったんですけど、うん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 、それをやり、始めた時はすごく、あ、いいじゃん、応援するよって言ってくれたんですけど、その後私が、そう、家を追い出されて、お金もなくて困ってるみたいなことになった時、なって話をした時に、うん、いや、自分で働く気あんの？テアトルアカデミーなんか行ってさ、って、急に手のひら返して、悪態ついてきたことがあって、なんか二つの意味で嫌だったんですよ。なんか、あ、この人は私が、そう、演技学校に行くのを応援してくれてたのは、もし仮に私がね、じゃあその、ちゃんとした就職をしなくて、俳優という夢を追い始めたとしても、自分がそれの面倒を見るわけではないから応援してくれてたんだ。って思ったんですよ、その気持ちは。もし自分が、僕が例えばね、仕事に就けなくて、お金に困った時に、うんうん、その面倒を見なくちゃいけないっていう状況になったら、うん、あ、こんなにテアトルアカデミーなんか行ってっていう悪態をつき始めるんだ、この人は。この人は、そう。自分が、私の、親としての責任を負っていないからこそ、私のことを応援してくれていたんだ。私の演技学校の入学を応援してくれていたんだって思って、心の底からがっかりしたんですよ、その時に。なるほどね。いうのがあって、私はもう父、私の父はあんまり親として好きではないですね。そうやってなんか自分が責任を負わないからこそ応援してくれていたんだっていうのと、自分が責任を負ってなった時に、手のひらを返してこんなに嫌そうな顔をするんだ。じゃあ、この人は自分、に迷惑が及ぶって分かった途端に嫌な顔をする人なんだなっていうのが分かったので、うんうん、だから私がその後家にそうね家に困っても助けてはくれなかったし、うん、まあ、誕生日プレゼントくれますけど誕生日に何かすることで何もしてないわけじゃないんだっていう、うん、なんか自己満足を得ているんじゃないかなと私は思っているんですよ、うん、なるほどね、はあ、ご自身は、はい、その家族みたいなのを築きたいと思いますか？ああ。子供欲しいかみたいなことですか？どっかもしくはその、まあ、ちょうど気の合うパートナーとかを見つけてとか。まあ、パートナーは、全然、まあ、気の合う人だったら一緒にいていいと思いますよ。うん。まあ、子供作るかって言ったらちょっと話は別ですけど。うん。別にパートナーを作るのは、まあ、気の合う人とだったら、そう、全然いいと思いますね。うん。だから別にその人と、例えばなんか、里親になるとか養子をもらったとか、そんな別に願望はないってことですよね、別にね。どうでしょう。それはもう分かんないですね。何も考えてない。その先ですもんね。その先ですね。その相手次第でもあると思いますし。なるほどね。
ございました。ありがとうございました。じゃあここで置いてましますね。はい、一回作ったら送ります。ありがとうございます。はい、では失礼します。ありがとうございました。本当に失礼しますこれで。はい、ありがとうございます。失礼します。